い、株式会社8人動画戦略コンサルタント坂田誠です。今朝の5時半という早朝ですけども、関係ないか。今回はですね、Facebook すごい今ね、動画に力入れているようなんですが、Facebook ページに動画掲載した時のですね、オプション機能がですね、これ結構見逃せませんので、それについて、話をしていきたいと思います。でですね、まずね、Facebookページですね、これ個人アカウントの方じゃなくてページの方にですね、まあ動画載せてくださいねと、まあ、こんな感じ写真とかからね、出すの選べっていうんで、その前にはですね、このアクションを追加っていうところができていましたと。まあいろいろあるんですけどね、購入する、予約する、詳しくはこちらとかね。でまあね、詳しくはこちらっていうのを今回は選びます。で URL 出てくるのは今回はですね、この、餃子の花弓のね、Facebook ページを指定しておきましょう。広告タイトル、これ広告打った時用なのかな、ちょっとそこまで確認してなかったりするんですが、でまあこんな風にね、アクションカスタマイズも入力しましたと。で投稿する。でそうするとですね、まあ動画のアップロードをします。まあこれはね、前もこんな感じでしたから変わってないんですけど、で、アップロードされましたと。はい、それでアップロードね、3分ぐらいで終わりましたね。でアップロード終わって、まあ、こんな感じね、まあ、再生されて、実はですね、さっきのオプションはここには全く反映されてないわけですね。じゃあ、何の意味があるのかと、あれをね設定してっていうことなんですけど、iPhone でね、先ほどの Facebook ページに動画投稿したものをね、実際に見ていますよね。で、まあ当然ね、こういう感じで再生しますよねと。そうするとですね、縦でも詳しくはこちらで、で、横にしても詳しくはこちらっていうのが、出ます。これ先ほどオプションに設定したやつですよね。で、詳しくはこちらを押すとどうなるかっていうと、URL 設定した、餃子の花笑みに飛びはず、はい、飛んだっていうことですね。まあ当然 URL 設定すると、ホームページやブログに飛ぶはずですが、ちょっとね、そこも確認しなければいけませんけど。ということでね、今回です、大きいですよね。元来 Facebook に動画貼ってもですね、パソコンだったらね、また本文に、URL 貼っとけばクリックしてくれたりしたんですけど、スマホで見たときにですね、動画を見てもらって、で、動画から実際にね、任意のホームページやブログなりに飛んでもらうというのは難しい部分があったんですね。で、これが YouTube の場合は、アノテーションというやつで、ね、飛ばせるという機能があったんですけど、Facebook はそれはなくって、今回これが実装されたことで、まあ、Facebook ページに限りますけど、実装されたことで実際に、ね、動画からホームページや、まあ、フェイスページ飛ばすということが可能になったっていうことですね。かなりね、まあ、これもね、ちょっと発見したばっかなんで使いをいろいろ考えてますけども、かなりね、フェイスブックの、まあ、いわゆる動画マーケティングっていうね、ものになるかと思うんですが、そちらの方もね、活発化しそうだっていうことで、ぜひね、まあ、うちの受講生の方だとね、動画制作能力あると思いますので、こういった動画もね、フルに活用して、Facebook ページでね、うまく誘導するということをされるといいかなと思います。ということで、ますますね、ソーシャルメディアの、動画活用がですね、加熱していきそうな匂いがプンプンしますけども、ぜひね、アナログでもね、できるっていうのが今の動画マーケティングの特徴なので、皆さん頑張っていただきたいと思います。情報の方はブログの方をご覧ください。お仕事のご依頼もお気軽にどうぞ。以上、株式会社8人動画戦略コンサルタント坂田誠がお送りしました。